はい、しっかりもっと曲げて、ここから取ってほしかったな。おしまいの前前、もっとほぼ、しゃい、3つ行こう、いけ、はい、こう集中するな、ほら抜くな、はい、もう一回行け、あー、すげー、そうや、はい、ラストや、ラストや、はい、それよし、はい、ここで変わるよ、ほら行け、よし、はい、そう、攻めろ、攻めろ、はい、ここで攻める、おー、しゃい、2回や、いける、よし、はい、攻めろ、はい、プレスゲー、はい、すぐ、はい、頑張れ、頑張れ、頑張れ、おーし、はい、集中、集中、集中、はい、1回目、両手膝押すよ、はい、もうスタンス広げて、スタンス広げて、もう1回、スタンス幅広げて、足の幅広げて、足の幅広げて、ちょっとだけ広げて、はい、ついたか、はい、頑張れ、はい、そう、俺、いけ、おーし、集中して、はい、そう、俺、下ろして、ふい、ボンとけ、そう、はい、下ろして、ふい、おーし、そら、はい、そん、おいしい、はい、ゆっくりや、ゆっくりや、下ろすの、ゆっくりや、ふい、はい、ゆっくりや、ゆっくり下ろしてて、はい、おーし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 、はい、抜くなよ、ふい、そら、おれ、ふい、あ、2回、そら、続けろよ、続けろよ、はい、もう一回いけ、はい、おーし、はい、足直す、足直す、1、おーし、いくよ、はい、すぐ行く、すぐ行く、すぐ行く、はい、持ってないで、はい、そーれ、ホース、ホース、ホース、コントロール、下ろして、ほい、平均、そう、はい、下ろして、深く、ホース、2回、こっか行け、ホース、ゲーム、いいね、はい、もう一回、もう一回、もう一回、ラスト、ホース、気持ちで勝つよ、はい、そーれ、ほい、そう、はい、自分超える、自分を超える、はい、下ろして、超える、そう、できる、できる、できる、よし、攻めろ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 、はい、そう、俺は3つ、攻めろ、ほい、エッチ、攻めろ、ほい、よし、もう一回、攻めろ、よし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 、さあ、じゃあ200でいきましょうか。え200でさあ、集中しましたよ。集中しますね。上着脱いだ方がいいんじゃないですか。ちょっと声声もういいよ。さあ、集中しましたよ。さあ、テンション上げていきます。はい、気持ち上げますよ、気持ち上げますよ。押します、そーら、いけ、押し、コントロール、そう、ゆっくり読んでる、はい、持ってる、持ってあげる、持ってあげる、持ってあげる、上に、そう、はい、下ろして、そん、ふい、もっと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 、そう、はい、曲げてて、しっかり、曲げる、曲げる、曲げる、もっと、ふい、いけ、もっと、ふい、そう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 、はい、曲げてて、曲げてて、曲げてて、いけよ、そうだ、はい、3つ行こう、ふい、ここから、攻めろ、ふい、はい、2回、はい、攻めろ、ふい、おーし、もう一回、曲がる、曲がる、曲がる、ふい、いけ、もうちょい、もうちょい、オーケー、はい、無理無理、そう、はい、いきますよ、いけいけ、前前前前前、ほしけ、ほら、おーしゃい、はい、前、しっかり、ほら、いけ、よっしゃ、もう一回、いけ、いけ、おーしくり、いけ、はい、攻めます、攻めます、攻めます、後考えないですよ、後考えないですよ、そうね、ほしけ、ほら、はい、しっかり前、いけ、おーら、おーしゃい、そうだ、いけ、はい、2回、攻める、OK、まだいけ、よし、はい、プレスいきましょう、はい、スイープ、いく、いく、よっしゃ、はい、集中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 、やばい、やばい、やばい、おー、しますよ、はい、気持ち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 、お前ら溺れとけよ、ほんじゃ、ほんじゃ、絶対、ほんじゃ、ほんじゃ、ほんじゃ、いけ、ほっしゃ、はい、下ろして、ほっしゃ、攻めろ、選手部長、選手部長、はい、下ろして、ほい、攻めろ、ほし、はい、下ろして、はい、攻める、ほら、いけ、ほし、3ついきます、そら、はい、気持ちですよ、気持ちですよ、そら、2回、折れるな、よし、いけ、攻めろ、はい、中に勝つ、はい、下ろして、へいけ、おーし、はい、呼吸出て、はい、1人いきます、はい、そーら、テンション、はい、よし、そら、ふい、巻いてて、巻いてて、巻いてて、ほい、そら、はい、巻いてて、
すお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。先生いい顔してるわ。いい顔している先生、ね、よかったっすよ。これほんまにヤバいやつで、こう、いったね、いったね、いや、いったね、ヤバい。お疲れ様です。小川さんの方から告知がございまして、これ、回していただいてもいいですか。はい。今年から、若手の大会が、できまして、皆さんに関係あるのが、第1回、関西メンズフィジークジュニアオープン大会というのがあります。メンズフィジークで23歳以下の大会があるので、皆さんは、年齢的にクリアできるので、参加できます。でこの9月30日ちょっと興味あるなっていう場合、先生づてに小川会長に相談いただいたら、先生にちょっと興味ありますっていう旨を言っていただければ、連絡多分繋いでくれると思いますので、ぜひ、ご検討くださいというのが一つと、今回もちょっと、まあ、プロテインの試飲を持ってきたので、はい、試していただけたらと思います。でこの冊子とプロテインがあるので、ちょっとお願いします。出していただいて半分に丸ますが、で、まあプロテインもお渡しはしたんですけど、まあ、トレーニングした後はなるべく早いタイミングでこのプロテインは取ってもらえたらなと思いますので、まあ、味もかなり各種取り揃えてますので、また試してみて、ちょっと購入したいなっていう場合はネットからでもいいですし、買いました。ありがとうございます。まあ、これについてはちょっと先生とも相談させてもらおうかなと思うんですけど、まあ、どういう形になるかわかんないですけど、まあ、これが気に入った場合、そのぐらいちょっと先生にお伝えいただければ、どうにか皆さんに、よりプラスになるような方法で、ちょっとお渡しできるようにというのを考えてますので、その辺もご検討いただけたらなと思います。はい。はい、じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。本日皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。10月7日ですかね。10月7日大会、はい、日本高校選手権ですね、に向けてということで、今日はちょっと気合が入ったかなと思うんですけど。高校選手権出るか。出る。そうですよ。もうここにいるのほとんど出ます。あー、そうなんですか。そうなんですか。すごいことが起こってます。23歳以下のなんか、はい、ビジックとかもそんなレベルじゃないですね。全然高校生どっちも、はい、すごい、どっちも出ていただいてということで、ちょっと2時間半ぐらいにかけて今日やってきたんですけど、まあ最初の目的というか当初の目的はなんとなく果たせたのかなと思いながら、だからこの体験をね、あの人のことがあったなっていうところでこう家で過ごすんじゃなくて、刻んでもらってね、記憶に刻んでもらって、でここをベースにトレーニングしてもらったら、すごくクオリティの高いトレーニングができるんじゃないかなと思います。今日ね、メガネの彼、はい、ね、彼もそう、2人ダブルメガネね、の彼は、メガネ走ちょっと足のトレーニング一緒に見させてもらったんですけど、本当にポテンシャルの高さというか、リミッターなかなかね、外せる人って少ないんですけど、もう最初から外れまくってるような状態で、そうそうそう、だからそれは本当に才能だし、だから適切な方法でトレーニングを追い込むことができれば、みんなよりね、速いスピードで発達することができます。それはもう能力です。で、みんなはそういうこうリミッターをどうやって外していくかっていうところ、ちょっとずつね、石橋を本当に叩きながら、絶対体を怪我しないとか壊れないっていうような状態を保つっていうところで、体の逆に危ないのはリミッターすぐ外れちゃうんで、その制御をしないでトレーニングすると怪我したりっていう、そのね、危険と隣り合わせ。だからなおのこと、今日やったすごいトレーニングなんかっていうのはものすごく向いてるんじゃないのかなというふうに思います、はい。で最後にちょっとなんか質問とかもしあればないですか。なかったらもうこのまま終わりますけども、はい、最後に何かないですか。はい、はい、どうぞ。ちょっとトレーニングなんですけど、次ぐらいで、これぐらい。料金プラン。料金プランですね。ビジターはね、1500円なんです。1回1500円で。はい。で、補助とかは、
言ってもらったら作ります。で、僕以外にあと2人スタッフがいるので、別の人かもしれないですけど、もしかしたら僕より厳しい人かもしれません。はい、他ないですか？大丈夫ですか？ちょっと、ちょっとなんていうか、現場緊張してるんですけど、10キロぐらい落ちてこないと、どうしないですか？どうしようですか？なるほど。まあ、いろいろ、ね、考え方もあるんですけど、まず僕らがその、もう大会1ヶ月切ってるのかな、1ヶ月前ぐらいちょうどなってるんですけど、できる限りその筋肉リカバリーっていうところを維持したいので、すごくタイミングよく、そのタンパク質の補給を中心に、で、まあ、競技選手の多くは大体体重あたり 2g 以上摂取している場合が多いですね。それを1日4回から5回ぐらいに分けてタンパク質摂取しています。で、それをベースに考えて体重かける僕らが指導しているのは炭水化物何 g っていう形でやっています。で、必要最小限エネルギーもそういうタンパク質も入ってこないと体がなんていうのかな、エネルギーが少なすぎたら今度ブロックしようとするでしょ。今度またエネルギーが入ってきたときによりストックしておかないといけないので、そのストックする形っていうのは何でストックする、エネルギーストックするのは。タンパク質。タンパク質、筋肉。違う、体で維持してる状態っていうのはどういう状態ですか。脂肪やろ。そういうこと。だからエネルギーが入ってくる時間が、感覚と感覚が長くなればなるほど脂肪を溜め込みやすい状況が生まれてくるので、まあ1日4、5回タンパク質を取るとすれば、そのタイミングと一緒に炭水化物も一緒に取ってあげるっていうようなことをすれば有効利用できるでしょう。まあ他のね、指輪の要素もたくさん専門家を横にしてそんな話をしてますけど、なのでそのタイミングよく取ることによって筋肉を残しながら体を絞っていくことができます。で、単純なその競技に見えるんだけど、非常にその頭を使う競技とも言われています。なので頭使わないで体使っとったらデカならじゃなくて、しっかり食べるもの、それから休息トレーニングの質とか、そういったことを考えながらやれば効率よく体が大きくなるので、皆さん頑張ってアプローチしてください。はい、だから最終のところはね、もう食べるのはだいぶ制限してるんやったとしたら、有酸素運動をちょっとこう変化加えるとか、同じ種類の有酸素運動ばっかりやると運動に適応してしまうので、例えばウォーキングばっかりやってる人やったらちょっと泳いでみるとか、そうすると変化を戻せるとまた運動に体が適応するまでに時間がかかるので、同じ時間運動したとしてもエネルギーの消費が大きくなる、そういうこともあります。はい、というようなことを頭を使いながらやっていくと非常に効果が出ると思います。はい、ありがとうございます。というところで、それでは最後締めてください。ありがとうございます。まあ皆さん覚えておいてください。しっかりとあの像まで行きましょう。はい、というわけでしっかりね、見ての通りや、休日の中ね、お時間作っていただいて、お前たちね、精神強い、気持ち込めて、お礼しっかりやってください。いつものやつ、しっかりやってください。